皆さん、こんにちは。えっとね、さっき、キーウ、まあ、キーウだけじゃなくてね、あの、ウクライナ全土で、えー、ミサイル攻撃が起きました。全部でね、72発のミサイルが、えー、ウクライナに、まあ、飛んできたという、情報がね、あの、入ってきてます。少しね、あの、まあ、少しっていうか、だいぶインターネットが今つながらなくて、停年断水が起きて、 あの、ただ、まあ、少しだけこの携帯に入ってくるインターネットの情報、写真とかはね、アップ、あの、なんていうのかな、画像が表示されないんですけど、まあ、文章をベースにね、あの、今入ってる情報を、をもとにね、まあ、皆さんにこういうビデオレターを録画したいなと思って今、撮影してます。ちょうどね、今日は12月16日で、で、僕は、えー、っと、 9時過ぎぐらい、朝の9時過ぎぐらいからえ大きなあのこうどんどんっていう音が出てきてで、まあ、最初はなんかあのトラックの荷下ろしかなと思ってたんですけどその音がねどん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 あの強くなってきててでものすごいね何て言うのかな地ならしみたいな,こうなんかね土地がこう。 ずれ落ちるような音がしても、まあ、それが大きなねあの近くでの爆破で、えー、まあ、いろんなところで、えー、地対空ミサイルがね作動してて本当にあの90どこも聞こえるような感じででたまたま多分その近くに飛んできた えー、ミサイルかなんかを撃ち落とす音が一番大きくてみたいな感じでしたねでまあそれでまあ携帯を見たら、えーまあ、攻撃を受けてるっていう感じで朝のね8時から、えー、警報は鳴ってたんですよねまあただ結構あのー、僕らも警報に慣れちゃっててあのそんなに何、えー、て言うのかなあの外が騒がしくなかったらまあ特別何かねあのー、こう 生活リズムを変えるとということではないんですよねでもっと言えば今あの停電がねひどいからあの、まあ、電気あるうちに活動しとかないと、えーまあ、家事とかね、えー食べまあ、ご飯食べたりとかできなくなってしまっててでまあそんな感じでねあのもう9時半の時に、えー、今日は朝の12時まで電気が、えー、ある予定だったんですけど9時半に電気が切れてしまって。 今日は実はあのおじいちゃんの,ねあの誕生日なんですよ。それでまあママと,あと弟とね3人でお墓参りに行く予定だったんですけどまあちょっと攻撃がねあのひどくなってて <laughs> このままあの行くのは危ないなということで判断して今あの自宅の方にいます。さっっっきねあの水も止ままててしまって でまあ、結構水が止まるっていうのはあの2度目なのかなあの前回のねブラックアウトが起きた時も水が止まって今回はまた水が止まったんですけど結局その攻撃インフラ施設の攻撃がある時にあの水道とか電気とかを止めておくと、まあ、被害が少なくなる広がらないっていうことでただ一度そういうふうにね大規模な,、まあ、こなんていうか停止が起きると再稼働させるためにまた23日 えー、まあ場所によっては4日5日かかったりするんですけど、まあ、今回もまだこの停電と断水は伸びるのかなっていう感じは今すごくしますで今日はね金曜日なんですけどだたいね攻撃って月曜日、えー、遅くても火曜日ぐらいのタイミングで。 でまあ、その1週間、まあ、みんながあの自分の用事を過ごせない、まあ、できないようにロシアがまあこうプレッシャーを、ね、国民に与えるために起こってるんですけど今日はまあ多分金曜日に要するに土日ゆっくりさせないよっていう気持ちで攻撃したのかなっていう気がします結構ねあの聞いてると、えー、新しいミサイルを作るのにロシアって1週間ぐらいかかるらしいんですよ結構古いミサイルが少なくなってきてて。 で、新しいやつを製造して、製造したやつをすぐ、ウクライナに発射させてっていうことをやってるんですけど、だからまあ結構この攻撃のタイミングが1週間おきとか、それぐらいになってるのはそういう理由で、まあ古いやつも混ぜながら撃ってるけど、基本的には新しいやつを、あの、撃ってるっていう、えー、まあウクライナでの報道の仕方ですね。最近ね、あの、僕、えー、 この報道がね、えー、見てると、まあものすごくその、偏ってたりとか、えー、現実と少し違ってたりとか、あとそれぞれが、まあ自分のメリットになるような情報を中心に、あの、発信されてるなっていうふうなことをよく感じます。まあ戦争が起きてるのでね、 えー、プロパガンダ合戦というのはわかるんで、まあ、そこは仕方ないなと思うんですけど、まあ、ただ現時点では一応そういう情報がウクライナでは流れている感じですでにあのこの新しく製造されたロケットの、まあ、写真が、ね、出てたりとかしてるので、まあ、ちょっとどこまで本当かわかんないですけど、まあ、一応そういう説明の仕方になってます。でまあ、さっきね、あのー ムコ、えー、ラエフのところに、まあ、ユジノウクラインスクというところがあってあのそこは原子力発電所がある町なんですねそこに僕の友人が住んでるんですよそこはだいたい4万人ぐらいが住む町なんですけど、えー、さっきね原子炉が3つとも稼働停止したというふうにねそのから人からメッセージをいただいたのでまあ多分、あのー、ほぼほぼ えー、いろんなところで停電がひどくなるんだろうなと思います。原子炉って一度停止しちゃうと、再稼働させるために3日間。まあ、あの、再稼働自体はすぐできるかもしれないんですけど、その再稼働して、えー、原子炉が、まあ、そのマックスの、なんていうのかな、電気のこの作るまでに達して、その電気をさらにいろんなところに供給するまでっていう時間になるので、まあ、3日間ぐらい。 前回の経験だとそれぐらいかかったので、まあまた今回も停電がひどい、あの、にちが続くんだろうなっていう感じでいます、えー。本当にね、あのー、年末で本来であれば、もう今頃忘年会とか、えー、クリスマス会とか、えー、聖なるニコライってあの子供たちにね、プレゼントを配るお祝いだったりとか、 そういうことでみんなすごく楽しい時期を過ごすはずなんですけど、まあ、現実的にはこういう、まあ、ミサイル攻撃で、えー、いつ何が起きるかわからない生活もね断水停電で、えー、まあ何、えー、て言うのかなものすごくこの一つ一つやることに対して労力を使う、えー、昨日ね、あのー、ずっと。 いろいろあって結局一週間ぐらい、5日ぐらいかな、あの郵便局に行けなかったんですよ。それで、皆さんから届いたあの支援物資受け取りができてなくて、で昨日4往復ぐらいしたのかな、車で。あの結構100個近くの支援物資が届いてて、それを全部ピックアップして、で昨日70個ぐらいをヘルソン、ハルキウ、えー、ザポリージャとか、 ドニープロととかいろんんなこに送ったんですよねあの一般の人もそうだしあと軍人さんもねあのそれでまあ昨日の夜にまた郵便局から連絡があってまた明日新しい郵便物が結構大量に届きますよっていう。 だったんで今日はねあの2つまあ 2, 2日、えー、連続でまた郵便局に取りに行って、えー、仕分けをね金土日で、えー、終わらせようかなというふうに思ってたんですけどまあちょっと今の攻撃で、まあ、そういうスケジュールもね伸び伸びになってしまうなということで非常に残念だなと思います。結構僕ら一生生生懸命ね活活をししようとしてるんですけどななかなか生活が えー、うまくいかない、えー、できないような状況が続いてて非常にねあのフラストというかイライラしますよね自分が考えたことやりたいことやるべきことがあるのに、えー、こういうことが起きるとね、あのー、自分の生活ができないっていう感じです。であとあのもう一つね残念だなと思ったのは僕らが以前行ったコルステン。 えー、ちょうどねあのテレビ局の取材もあの来てくれて、まあ、あの特集してくれて、えー、ところにあの着弾があったみたいですね。あのコルステンは比較的 侵攻、まあ、当時はねあの攻撃があったんですけど今は、えー、ドンバスの、ね、避難民が移動する、まあ、避難民が移住するぐらい、まあ、比較的安全、えー、な場所だったんですけど、まあ、そこに、ね、着弾があって非常にねでジュトミルなんですけどジュトミルっていうのは先日僕らが支援物資を届けに行ったウクライナ軍の子たちがねいるあの地区になるので非常にねはぁ 僕らの知ってるところ、僕らが言ったことがあるところに、まあ、そういう攻撃があるっていうのは、本当に本当に、まあ残念というか、心が痛いですね。あのー、まあそれで、 本当にね、あのー、今もそうなんですけど、インターネットがほぼほぼ通じない、今これからね、あのー、数日間、どういう風なね、通信状況、電気の状況、水の状況があるか分かんない、まあ、水とかストックしてるんですよ、ストックしてるし、食べ物もストックしてるし、実は先日、あのー、一回ね、断水、まあ、ひどい断水があって、お水とかで、まあ、一応対処したんですけど、今後は例えば、 えー、冬じゃないですか今ねでもし例えばそういう水の施設に攻撃があった場合にパイプが破裂していくんですよあの要するに攻撃があってそのまあ影響でもろくなってるから冬の間っていうのは凍っててでどん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 破裂していってそうするとまあ水の施設自体下手したら春まで使えなくなる可能性があるっていうまあ 見解を専門家が示しててまああの僕はねできるだけ何て言うのかな結構ねこういう,う、えー、こういう危ないことがあるこういう大変なことがあるこういう怖いことがあるっていう報道がいっぱい最近あるんですよ水がもうね3月まで4月までないかもしれないとか電気が3月4月までないかもしれないとかで結構僕はそこに対してあの一つ一つに何て言うのかなあの一つ一つ を頭の中通すともう恐怖とか怖さとかで生活できなくなるのであんまりねそこにあの着,着,着注目はしてないんですけどただまあ一つ言えるのはこの断水のこのパイプに攻撃があったらもしかしたら要するにこの排水が止まってしまうとで排水がまあその要するにそ,のそれを全部直そうと思ったら えーまあ、全てが解ける春まで待たないといけないっていうのが、まあ、一応専門家の見解なんですよね。た、まあ、多分それは正しいんですよ。実際に、あのー、他の地区でも別に戦争が起きてない時に例えば大きなねあの何かこう、えー、パイプが破裂してしまってそれをまあ修復するのに、えー、春までかかった地区とかも実際にあったからね。あのー、ソ連時代の、まあ えー、今まだパイプとか使ってるから、まあ、システムが古いっていうのもあるしもともと寒いっていうのがあるから、まあ、いろんな条件が重なってそうなるんだけど、ね、僕らもそういう状況になるかもしれないっていうのでそれでもう一回断水を経験してるからこの前あの仮設のねトイレを一応あのいくつか買ったんですよ。ち、まあ、ちっちゃいやつで、えー、中に、まあ、なんて言うかなあの 砂じゃなくてなんか袋になってるのかな、えー、が設置されてて、まあ、そこに用を足して、えー、捨ててみたいなそれは結局まあこのままもし水がないとかねあの電気がないとかなっていったら、まあ、あの水がなくてもトイレは行かないといけないですからね。 あの、ご飯多分食べる量は少なくなっていっても、それでもね、トイレに行くことっていうのは絶対人間必要になりますから。まあ一応そうです。それで、あの、外でね、あの、用を足すっていうこともできなくはないけども、寒いですからね、外は本当にマイナスですから、そんなところでね、 出て、あのー、やるっていうのは非常にもう難しいから、まあ、そういう理由もあって仮設のトイレを買ってきてでもちろんあのねあの皆様から送っていただいたカセットコンロも、えー、用意してるし、あのー、でもまあ本当にねいろんなことを準備しても、えー、こういうふうにね一瞬で、えー、状況がね悪くなってしまうんだなっていう感じです。今、ね、ウクライナで言われてるのはあと えー、今日の攻撃、えー、が2回目でしょだからあと3回分ぐらい、えー、ロシアを攻撃できるみたいなことを言ってますねだから全部で、えー、前回の攻撃の時にあと5回分ぐらい、えー、できるって言っててで今回の攻撃があってまあこれがだから2回なくなったから3回ねはとだからまあその3回をどういうふうにねあの耐えるのかそれとまあ 結構今新しいね昨日ぐらいからすごく大きなウクライナでニュースになってるのは、えー、ベラルーシからロシア軍がまたねあのこのキーウの方向にめがけて大規模な侵攻があるんじゃないかなとで結局今ベラルーシ、えー、ベラルーシはまあ実質的には参戦してるんですよねロシアの例えば兵器の修理であったりとかロシア軍の えー、教育、まあ、教育っていうか要するにこの戦い方を教えてあげたりとかあと、えー、ロシア軍用の衣服を作ったりとか、えー、兵器をロシア軍に提供したりとかただベラルーシの軍隊が直接ウクライナに入って戦争をやるっていうことは今起きてないんですよね。ただそれが、まああのー、これががこから起きるる可能性が高くなって,るっていう風にウクライナの、まあ 軍のね一番トップの、えー、方が、えー、昨日言っていましたまあすごくね煽ってます煽ってるっていうのは要するにそれが起きる可能性が高いと今まではその可能性は低いっていうふうに言ってたけど今はすごく高くなってるっていうふうに言っててそれが起きる可能性が非常に高くなってるのは2月なんでかって言ったら 軍の教育に三ヶ月間かかるとで今どん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 このロシア兵をベラルーシのテリトリーに、えー、まあ 入れて、まあ、そこで教育を受けさせて、えー、そしてさらにまあベラルーシでもあのー、要するにベラルーシのルカシェンコはうまくねこのウクライナとロシアの間を取り持ってやろうとしてるんだけどもでもものすごくこのまあプーチンとかロシアからの圧力が強くなってると。でまあそのつ 圧力にに耐えきれれななななくなるんじゃいいかなとううふうに言われてますそれともう一つはルカシェンコ自体を、えー、プーチン政権は逮捕してしまって、えーまあ、実質上このベラルーシ軍の、えー、なんていうかな指揮を取りたいと、えー、そうすることによって復、えーまあ、従させて、えー、ベラルーシ軍をウクライナに参戦させることができるように す、えー、するというようよなな状況になってます一方でまあそういうこともあるんだけど一方でもうでに、えー、プーチンも含めロシアのね政治家たちっていうのは、えー、アルゼンチンとか、えー、そういうところにあの 逃げるる準備をしてるみたいですすでにね、例えばプーチンは中国に、えー、逃げる用意とかもしてたみたいだし、えー、他の国にもね、あの逃げる準備をしてて、いろんなところで大量の,あの資産,あ資産、えー、例えばマンションであったり、不動産か、不動産、マンションであったりとか、建物であったりとか、あの住宅であったりとか、そういうのをいろんなところで買い漁ってると。そしてロシアから、えー、自分たちの、まあ、お金を、 海外に、えー、出し始めてるっていうふうな情報も出ててまあロシアが負ける可能性がやっぱり、えー、このトップの人たちの間で非常に出てきててでまあ多分それが起きるとまあ一方ででも最後までは諦めないということでこのベラルーシに対する圧力もそうだしねあのいろんなところにやっぱりこう力を入れて。 えー、最後までねこのウクライナに対して圧力をかけていくっていうことはやっていくというような感じです。まあ非常にねあの残念ですよねあの。普通に生活したいだけなのに生活できないとかねまあほにあの。 みんな我慢するんですけどねでもやっぱり長期化してますからねもう戦争10ヶ月もうすぐ11ヶ月で年末のこんな感じのタイミングでこういうね攻撃があるっていうのは非常に残念ですねうんまあ本当にねあのー、もっともっとね世界が力を合わせてくれて えー、こういうことを許さなければいいのになって本当につくづく思いますあのウクライナで起きてるから関係ないよねっていうことじゃなくてウクライナで一度前例が起きてしまってると今これからねいろんなところでいろんなことが起きていきますウクライナで OK なんだったら俺らも OK だよねって思う人たちが世界にはいっぱいいますからそれをまあ許すか許さないか、えー、っていうことが 僕は一番重要だと思っててそれをまあ許してしまってる国が多いなっていうふうにすごく思いますなのでね本当に今一度もう一度ねあのー、こういうことを許していいのかっていうふうに考えてもらってで考えるだけじゃなくてやっぱりねちゃんとまあ許さないなりの何か行動をね取っていただけると 嬉しいいいなという,ふうに思います今ウクライナで起きてるっていうことは要するに世界がが平平和和を約束したのにそのにそ実証されてないなつまり法律世界の法律が機能してないっていうことですからねあの先日のブダペスト覚書きの話でゼレンスキー大統領も言ってたんですけど結局今まで僕らはあのもう世界が過を放棄していく流れだというふうに僕らは説明を受けたと。 それで、ウクライナがそ,れのその話に賛成をして、自分たちの核を放棄したと。でも実際、アメリカも核を放棄してないし、他の国も核を放棄してないし、そして、えー、ウクライナの安全を保障した国々が、えーまあ、ロシアもそうだし、他の国も、まあ、ウクライナの安全を結局は、 えー、保障しなかった現時点で攻めてきてるわけですよねその安全を保障したロシアがそして他の国も、えー、ウクライナでもし何かが起きたら自分たちであのサポートをすると言ってるけどそのサポートがまあいい加減ですよねもしちゃんとサポートしてたらとっくに戦争は終わってますからですのでまあウクライナとしては考えることがいっぱいあるし今の世界のルール、まあ、世界の約束は機能してないんだなっていうふうに あの感じたっていうふうに、まあゼレンスキー大統領が言ってたんですけど僕はなというふうふに思ってますなので真面目な人正直者がバカを見るっていう世界じゃなくてちゃんと努力した人頑張った人そして世界の平和に貢献した国人々が活躍できるような安全に暮らせるようなね世の中、えー、を作れたらなというふうに 思ってます。以上ね、あの僕からの、えー、皆さんへのビデオレーターでした。では皆さん、まだまだ大変なあのー、時間がね、クライナでは続くと思いますが、引き続きよろしくお願いします。 はい、今ね追加でもう一つさっきねメッセージが携帯の方に入ったんですけど、えー、今ねセントラルヒーティングも切れちゃいましたまあセントラルヒーティングもねあのお湯を循環させて、えー、やるシステムなんでまあそれがねあの今消えちゃいましたなのでねあの本当に今状況は深刻化していってますね まあできるだけ早く電気も水道もセンタルヒーティングも復旧してあのまたね100%気持ちのいい生活じゃないかもしれないけどまあせめて今日の攻撃前までの基準の生活に戻ればなというふうに思います。では はい、えー、あれからね、えー、夜になりました引き続き、ね、朝の9時半からか9時半から、えー、僕の、ね、お家は停電になってます今ね夜の、えー、9時なんですけどまだね、えー、電気ももちろんインターネットも、えー、水道もそしてセントラルヒーティングもねあのついてない感じです街中はねあの結構パニックってる 人たちもいてて、あの、精神的なパニックというよりも、地下鉄が、えー、今日はね、一日止まってしまって、あの、自宅に帰れない人が結構出てきてます。あの、地上のね、バスとか、えー、そういうのはね、動いてるみたいなんですけど、えー、それでもね、やっぱりあの、いつも以上のキャパシティ、えー、になってるので、非常に家に帰れなかったりとか、あと家に帰っても、 まあそれこそ電気水道ないので例えばそれがま,あまだあの比較的あるお家にあに泊まりに行ったりとかえまあほぼほぼね停電で断水も全部やってるんですけど一部ねまだあの例えば電気が少しあったりとか例えばそれこそ発電機回してるお家とかねそういうところは まだああのー、あるのるでで僕の知り合いもその発電機があるお店なんかに自分の、えー、充電器とかそういうのを持ってきて充電させてもらってそれからねおうちに帰ったりとか。 あとあの、お店がね、結構閉まってます。もちろんね、発電機が回ってないっていうこともあるんですけど、回ってても水道がね、止まってしまうと、まあ営業ができないっていうので、まあレストランはほぼほぼ全部ね、あの、閉まってます。えー、あとね、今日はあの、大雨になってて、ちょうどあの、天気の気候が、あの、まあプラスとマイナスを今行ったり来たりしてるんですけど、そういうのもあって、今ちょうどね、あのー、 雪にならず降ってる雨になってて、すごくね、あの、道路も混んでるし、えー、車の数も多いし、えー、そしてね、あの、真っ暗なんでね、非常にあの、大変な感じです。本当にね、初めて、あの、セントラルヒーティングが止まりました。えー、僕のね、お家も朝から今、あ、この、だから、 7時間、8時間ぐらい、セントラルヒーリィングお昼ぐらいまではあったみたいなんですけど、お昼に止まってしまって、この8時間、9時間ぐらいか。で、おうちのね、温度が2度ぐらい下がってしまいました。だいぶね、寒くなってきました。本当にね、あの、2度違うだけで、体感温度っていうのは全然違うなというふうに感じてます。えー、それとね、あの、やっぱり今日1日ずっと、あの、暖かい、えー、まあ、食べ物が食べれない。 っていうのもあるのか体がね非常にあの冷えるなというふうに感じてます通信障害もひどくてねほとんどインターネットをつながらないですまだねテキストメッセージぐらいは遅れたり遅れなかったりするんですけどそれ以上のことはほぼほぼできないですねあとあの多分インターネットが <laughs> あの情報がほとんど入ってこないんで分かんないんですけど大体停電が起きる時っていうのはインターネットの速度っていうのがだいぶ制限されちゃうんですよねなので多分あの あのこうインターネットの速度も非常に遅くて例えばまあ1つのファイルをアップロードするのに通常の,あの何十倍もし下手したら何百倍の、あのー、時間がかかるんじゃないかなというふうにあの感じてますまあ一応ねこういう形でビデオレーターをちょっと撮影して、えー、インターネットが回復したら皆さんにすぐねあの公開したいなというふうに思って撮影はしてますあのー、まあ まあ、ロシアの思惑というのは、まあ、ほぼ的中してるのかなというふうに思います。あの、やっぱり、こういう生活が、前のね、あの、ビデオレターで僕言ってたんですけど、電気、水道が、まあ、ほぼ出ないような生活だと、まあ、どれだけ我慢しても生活できなくなるので、まあ、今回みたいな攻撃がね、続くと、本当にね、大変になってきますね。あのー、 まあ一番難しいのはロシアはこういう攻撃をすることで国民ウクライナ国民が政府に対して停戦、えーまあ、というか降参を求めるということを予想してるんですけど僕らは停戦、えー、したところで絶対にまた攻められるし降参したところで このウクライナ人に対するジェノサイドっていうのは終わらないっていうふうに思ってるんですね。あのなのでこのすすするする停戦といいうオプションが僕らにはそもそももないんですよねだから、まあ、あのオプションがあるとしたらウクライナを離れる離れないっていうことぐらいで、まあ、離れる人も一部の人にしかならないですから非常に難しい選択肢ですよね。 あのほぼ選択肢がないというかこれをなんとか耐え抜くしかないのかなというふうに思ってますなので本当にねあのー、今多分この戦争の中で一番ピンチじゃないかなというふうにあの思いますまあ本当にねあのー、1日2日3日とかで治ればいいんですけどねただまあほぼほぼねあのキーウ州もさっきのニュースでね キウ市はこれからこのインフラ攻撃への被害を、まあ、食い止めできるだけ食い止めるために警報が鳴ったら電気供給は止めるという、まあ、ニュースが流れてきたんですけどまあでもそれだったら生活できないっすよねだって電気がなかったらだって,て警報が鳴るたびにでしょ警報が鳴るたびに電気止まってたら何もできなくなってしまう。 まあどうするんでしょうね正直でキーウのね電力会社もさっきそのキーに対する、えー、電気の供給網から接続されたっていうニュースが流れててちょっとね明,明細がこのインターネットがつながらないんで分からなかったんですけどでももしそれが本当なら多分今までで一番今まで聞いたことがないようなニュースだったし。 もっと言えば供給量電気の供給量が50%以上今足りないみたいなんですね。それでまあ電力会社が、えー、緊急事態を発令したっていうニュースが流れたりとかしててまあ本当にね何が待ってるのか全くわからない中でで、まあ、さっきねちょっとあのー。 僕の中で、あこれはと思ったことが一つあって、あの、ランタンね、あの、このランタン、えー、充電式のランタンだったんですけど、あのー、実は上の方に乾電池を入れるところがあって、 そこにあの電池をこう入れればあの充電がなくなっても使えるっていうものだったんですよね。でそれを見た時に、まあ、自宅にちょっと電池のストックがあったので、まあ、しばらくは明るい中であのと言っても今最小限にしてるんですよねランタンの光を本当にあにランタンって34時間ぐらいで切れちゃうんですよ説明書には8時間とか7時間って書いてあるんですけどでも実際はすぐ切れちゃうっていう感じで。 まあ最小限にしてるんですけど、まあ、一応乾電池を入れればあの使えるなっていう感じです。で、まあ、問題はね、あとあの携帯とかの充電なんですよね。まあ、通信がなかったら携帯も使い物にならないんですけどね。ただまあ、えー、充電器一応ストックはしてあるので、まあ、一応それをやりくりしながらなんとかね、あの電気再開するまで。 我慢するしかないないいと思いま,すまあ一応明日、えー、もしこのままね、あのー、状況が続くんだったら、まあ、車の中で、えー、充電するしかないのかなと思って車につ、ね、なげてやるっていうような感じでやるしかないのかなっていうふうに思ってます。本当にねな、あのー、なんて言ったらいいのかなまあ 言葉出ないですねここまでいくとあのー、被災地というか日本でもね地震が起きた時とか台風が起きた時はまあ同じような状況になりますけどまああれは自然なんでねどうすることもできないですけどこれはもう戦争っていうか誰かがね意図的にやってるわけですからまあ本当に戦争を止めてくれないかなっていう気持ちが強いですね。 まあ、あの前線で戦ってる、ね、兵隊さん、えー、寝袋とかであの土の中にくるまって寝てる人とか,をどっかの、まあ、写真動画を見るとまあ僕らはまだまだね、あのー、いいなっていうふうには感じるんですけどまあそれでもやっぱりちょっときついですね答えますね電気、まあ、電気だけじゃなくて水道もインターネットもそして。 まあ今まではね結構割とセントラルヒーティングってついてて、あのー、割と比較的自宅の中ってまだまだあったかかったんですけどまあこれでねセントラルヒーティングが消えちゃっていつ再開するかわからないし再開したところでどのぐらいのねあの温度がなるのかわかんないしでまだ神様が味方してくれてて。 まあ雪が降ったり雨が降ったりみたいなこのまあプラスとマイナスを行ったり来たりしてる温度が続いてるからまだねあの比較的マシな天候なんですけどこれからねもしあのこのままねセントラルヒーティングが何日間もとか何週間もつかないっていうことを考えただけでちょっとまあ怖くなるっていうか不安になりますよね本当に。まあちょっとね行き場ないですね自分の感情に対して。 まあこういう形でね、ちょっと進捗を録画しました。えー、もう少ししてね、また状況が変わったらまた録画したいなと思います。もしインターネットがね、あの、接続できるようになったら一旦ね、このままの内容を皆さんに見ていただきたいなというふうに思っています。少しね、ごめんなさい。僕自身、まあ、取り乱しているというわけではないですけど、あの、 多分言葉が尻滅裂してると思いますあのいつももっとねキレがあって意見がまとまってっていう、えー、発言を僕はいつもするように心がけてるんですけど今日の内容っていうのはちょっとね尻滅裂してると思うし内容が飛んだりとか復唱したりとかっていう感じだと思うんですけどまあちょっとそれだけあのー、精神的に大変なんだなっていうふうにあのー 理解してもらえるとありがたいですではねこれで一旦ビデオ終わりにしたいなと思います